この世界に転生して一人ぼっちだったのが、今では一国の名手。ガゼル王、魔王ミリム、ユーラサニアの魔王カリオン。王たちと交流してるのも、よく考えたらすごいことだな。そういえば、ミリムとの約束を忘れてたな。カリブディス戦でも助けてもらったし、急いで武器を作らないと。国の拡張と整備ありがとな。すごくいい、さすがだ。自画自賛だが満足な出来だぜ。旦那、みんなも手伝ってくれたしな。そうだよな、みんながテンペストに愛着持ってくれてるのが分かって俺も嬉しい。それで工事が終わったばかりで言いづらいんだが。おお、どうした？怪人たちにお願いがあるんだ。ミリムと約束した専用の武器を作ってもらいたいんだが。ミリム様の武器か。大きな方向性としてミリムの強大な力を抑えるものを作りたい。できるか？そうだな、魔皇に刻印魔法を使えばなんとかなるかもしれねえ。高い耐久性が必要ってんでリムル様が素材を調達してくれたやつだべな。調達してくれた素材だけじゃダメそうだ。旦那、これに見合う良質な魔皇が必要になる。良質な魔皇か。ガビルがポーションの素材を探してた時に北東の荒野で見つけたとか言ってたな。北東の荒野、カリブリスとの戦いの場か。戦後の調査を兼ねて探しに行くか。新たな目標。よし、集めるぞ。リムル様。リムル様。リムルさん。リムル殿。旦那。リムル様。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、新しいエリアが開放されました。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。もちろん。くらえ。さすがに効いただろう。それから、いや、行きます。油断した。これで決まりだ。くらえ尽くせ。グラカニ、いいぞ。こんなもんかな。もちろん。くらえ。オーガフレンジ。結構調子いいな。私たちの勝利ですね。お、なんだこれ。資源の出しにするか。発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、この調子だ。こんなもんかな。無理やせ。そりゃよっ。そりゃそれ。アイシクルスピア。そりゃ勝利ですね。お、なんだこれ。資源の出しにするか。それ。資源の出しにするか。
告、接敵を確認しました。落ちろ。勝利ですね。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。ふん、来ます。マコ、取ってきたぞ。ありがとうよ、旦那。これだけあれば十分だ。早速、取り掛かるべ。弱体化の機能は、減速や脱力、もろもろの効果を刻んで、裏にでも忍ばせるべか。耐久性は素材頼りになるんですかね。見た目はどうします？ミリム様が気に入るデザインとなると。うん、話が盛り上がってきたな。ここは任せて帰ろう。よし、頼んだぞ。できたのか？ああ、できたよ。約束してたミリム専用の武器、ドラゴンナックルだ。さすがマブダチ。大事に使ってくれよ。ドラゴンナックルでミリムのパワーを抑えることができた。これによりミリム相手に訓練ができるようになった。これで
テンペストに不足していた強敵との戦闘経験、技術を鍛えることができるようになる。とはいえミリムの力は10分の1以下でも計り知れないのだが。一度ブルムンドへ帰ります。テンペストと友好関係を結べるよう国王をはじめ貴族らを説得してきますよ。そんなことできるのか。何、奴らの弱みを握っているのでね、どうとでもしてみせますよ。脅迫？いやいや説得だ。俺たちはブルムンドまでお供してきますが、その後はこっちに戻っても。ああ、構わないぞ。気をつけて行ってこいよ。行ってきます。旅立って間もなくフューズから手紙が届いた。ブルムンドとの交易を軽くだが始められるようになった。正式な国交を結ぶのは後日ブルムンドに行った時になるが、小規模な交易をする分には問題ないという証書が同封されていた。根回しが済んだというのは本当だったようだ。ああ見えてかなり仕事ができるやつだったみたいだ。カリブディス襲来の時も逃げないで見届けてくれた。本当にいいやつだ。流れて思わず元人間だとバラしてしまったが後悔はない。協力してくれるフューズの顔を潰すわけにはいかない。ブルムンドとの交易を成功させるためにもいい素材を集めてくるか。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。コク、リムル様。リムル様。リムル様。よう、ガルム、元気にしてるか。どうしたんだ、ため息なんて珍しいな。ああ、リムルの旦那、別にそんなことないですよ。最近ずっとこんな調子なんだ。悩み事か。まあ俺シュナちゃんのファンなんだよ。そうだっけな。で俺は防具作りの腕は自信があるんだけどな、どうにも腕っぷしの方は。なんでいざって時に悪漢からシュナちゃんを守れるか自信がない。まあ戦いは専門じゃないから仕方ないとは思うけど。実は仕事終わりの訓練に参加したことがあるんだが、これがなかなか思ったように腕は上がらないもんだ。なるほどな。まあシュナなら万一襲われてもその辺のチンピラは返り討ちだろうけど、そういうことじゃないよな多分。で何か自分の技術でシュナちゃんを影から見守ることはできないかと考えてたんだ。いいじゃないか。やっぱり無理せずに自分のできることをするべきだと思うぞ。リムルの旦那もああ言ってるんだ。似合わねえことはするもんじゃねえって。まあな、特に何も思いつかないんで今に至るって感じだよ。兄弟だと何を言ったのか分かるのか。影から見守るか。あ、背景に溶け込む鎧はどうだ。迷彩になってて見えにくくするような。おお、なるほど。それが作れればこっそり見守るにはぴったりだな。ただすごいアイデアだけど、そんなもん実現できるのか。まあ慌てるな。大賢者、ジュラの森周辺に迷彩の素材となるものはあるか。はい、東の森に生息するスピアザウルスであれば可能です。大丈夫だ、俺が必要な素材を集めてくるから。ガルムはそれを使って迷彩の鎧を作るといいぞ。本当か。分かった、どんなもんか分からねえが楽しみだ。おお、任せとけって。
素材を集めてガルムに渡してやろう。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様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 。能力の上昇率を開示します。コク、自動編成を実行しました。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくぜ。聞いただろ。こんなもんかな。たおりゃおりゃ、そりゃふん、そりゃよっ、そりゃおりゃ、そりゃふん、ふむふむ、結構調子いいな。コク、接敵を確認しました。フレアサークル、くらえ。聞いただろ。フレアサークル、くらえ。フレアサークル、くらえ。この調子だ。よっ。ふむふむ、結構調子いいな。お、なんだこれ。資源の出しにするか。たあ、お、なんだこれ。それ資源の出しにするか。たあ、コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくぜ。プラトニー、さすがに効いただろ。こんなもんかな。うん、コツをつかめばって感じか。敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。プラトニー、こんなもんかな。よっ、フレアサークル、食らえ。素材を集めてきたぞ。多分これで作れるはずだ。ああ、こんなトカゲがいるのか。驚いたな。じゃあ、こっからは俺の仕事だな。
カルム、迷彩の鎧はできたか？それがまだなんだ。うまくトカゲの能力を応用できねえ。やっぱり難しいのかな。大賢者曰く一応できるはずなんだけど。まあ、あんまり缶詰すぎるなよ。完成が楽しみだ。ガルム、迷彩の鎧の出来はどうだ？すまんだな、まだだ。まだこの原理を解明できてねえ。大賢者に聞いてみるか。だがリムルの旦那、俺は決めたんだ。これを必ず完成させる。シュナちゃんのため、俺のプライドのため、諦められねえんだ。水を差すわけにはいかないな。俺も陰から応援するとしよう。そうか、頑張ってくれ。期待してるぞ。コク、新たな目標。気合い入れていくか。リムル様、やあガルム。迷彩の鎧の剣だけど、どんな感じだ？旦那、できたよ。旦那のおかげで完成だ。名付けてカモフラアーマー。おお、ついにやったのか。本当に助かったよ。ありがとう、リムルの旦那。いいっていいって。完成させられたのはお前たちの技術あってこそだからな。いやー、しかし本当に迷彩効果があるとは、すごいものが見れたよ。カモフラアーマー、ファンタジー世界にありそうでなかったものだ。じゃあ早速シュナちゃんを守りに行こうかな。え、今すぐか？もちろん。可憐なシュナちゃんがいつ悪漢に襲われるかわからないし、一日中そばにいて何かあったらすぐに知らせよう。いや、そのストーカーというか、普段から後をつけるみたいな行為は嫌われると思うぞ。え、そうなのか。まあこういうのは気持ちが大事なんだ。ガルムも随分と苦労して作っただろう。誰かのために苦労できるのはそれだけ思いも強いってことだからさ。旦那、ただ自分が善意と思ってやることが必ずしも相手に同じように伝わるとは限らないもんだ。そこを忘れるんじゃないぞ。わかったぜ、リムルの旦那。ありがとうよ。コク、目標を達成しました。リムル様、目標達成。リムル様、リムル様、リムル様。リムルさん、コク、温泉を使用しますか？この温泉、本当に最高です。こだわるところはとことんこだわる。まあ、まだまだ改善できるとこは改善していきたい。気になることですか？改善点とかじゃないんですけど、一つだけ。リムルさんはどうしてここに？え？俺はスライムだからな。男、なるほど。コク、特定個体の能力の一時的上昇を確認しました。はあ、リムル、肋骨に染み渡ったの。リムル様、何してるんだ、スミレ。あ、リムルさん、ちょうどいいところに。あの、私、インドカレーが食べたいんです。インドカレーって、あのスパイスの味が肝心っていう？はい。
カレーじゃなくてインドカレーがいいのか？インドカレーは野菜がベースだからいっぱい食べても太らないなんて言えない。あの香辛料の香りがたまらなくて時々無性に食べたくなるんです。ただここにはインドカレーのベースになる材料が足りなくて。人参、ジュラ玉ねぎはあるけど、あとは何がいるんだ？私インドカレーが好きなので少しなら知ってるんですけど、トマトの酸味と香りの強い香辛料があればできるような気がします。ということはトマトの代わりになるものと、あとは肝心のスパイスか。その通りです。それは調べる価値がありそうだ。よし、料理に詳しいゴブイチに材料になりそうなものを聞いてくる。はい。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様。リムル様、これはリムル様。やあゴブイチ、ちょっと聞きたいんだが、酸味がある野菜と香りの強いスパイスってどこで手に入るかわかるか？インドカレーというものを作りたくてな、そういうのが必要なんだけど。インドカレー、そうですね、酸味がある野菜と香りの強いスパイス。酸味がある野菜は以前他国から来られる商人が持ってきた記憶がありますが。本当か？はい、ただ珍しいもののようで、いつも持っているわけではないようでしたが。あとスパイスの方は分かりません。そうか、いや、それだけでも十分だ。ありがとな。どうでしたか？酸味がある野菜は他国から来る商人が持ってるそうだが、そんなにしょっちゅう買えるものでもなさそうだ。そうですか。スパイスに関しては情報なしだ。そんな、あと少しで食べられそうなのに。そうだ、あと少しなんだ。俺はまだ諦めないぞ。リムルさん、スパイスについてもう少し調査してみる。案外リグルドとかが知ってたりして。よし、行ってみよう。コク、新たな目標。気合い入れていくか。リムル様。リムル様、リグルド、お前に聞きたいことがある。はい、私に分かることであれば何でもお答えしますぞ。香りの強いスパイスってのを知らないか？何やらゴブイチが話していたものですが。ジュラの森にあるかな？申し訳ありません、そういったものには心当たりがありませぬ。そうか、やっぱり無理なのか。よっ、まだ諦めるには早いかもしれませんぞ。この辺りには多くの商人が訪れます。彼らはこの町にはないものや珍しいものを売っていますから、気長に待てばリムル様がお探しになっているものも手に入るかもしれません。なるほど、そうだよな。酸味のある野菜も商人が持ってるって話だったし、ここら辺になけりゃ他国の商人に期待すればいいか。希望があることが分かっただけでも助かったよ。サンキュー。このカラカラの実、以前スミレと話したカレーのスパイスになるんじゃないか？はい、
カラカラの実はすりつぶして乾燥させることでスパイスと同等の効果を発揮します。本当か、これでインドカレー完成に一歩近づいたぞ。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様、能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、戻ったぞ。リムル様、能力の上昇率を開示します。出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。フレアサークル、くらえ。これで終わりか。ここは任せます。はあ、いや、行きます。せいや、行きます。せせ、オーガフレーム、資源の足しにするか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラタン、さすがに効いただろ。登場した。こんなもんかな。悪い、任せろ。食らえ。やっくん、せっ、やっくん、食らえ。これくらいは当然です。よし、完璧だな。ここは任せます。お、なんだか。資源の足しにするか。それ。資源の足しにするか。強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラタニー、やっ、こんなもんかな。アイシクルスピア、それは。よっ、ふん、そりゃ、それ、
コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、さすがに効いただろう。こんなもんかな。まだです。フレアサークル、食らえ。よっ、ふっふっ、そりゃ、おりゃ、そりゃ、悪い、まだだろ。やっ、せ、くらえ、決めます。ひとほう、ふっ、ふっ、やっ、せ、ふっ、ふっ、遅い、はぁ、ここで決めます。担当基準、まだまだ、セラセラ、ふんふん、くらえ、ふんセラ、ふん、行くぞ。やっ、ふん、決めます。どうも、やっ、決めます。担当基準、これくらいは当然です。よし、完璧だな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リグルド、ブルムンドとの交易用に素材を集めてきた。最初は小規模だが、うまく軌道に乗せられれば流通量が増える可能性がある。骨を折ってくれたフューズのためにも、ブルムンドとの友好関係は良好にしておきたい。リグルドもそのつもりで頼む。承知いたしました。このリグルドにお任せください。リムル様、ガゼル王から書状が届きました。ドワルゴンには後日改めてカリブディスやミリムの件を報告することになってるんだよな。そうか、なんだって？は、リムル様を国賓としてお招きしたいという正式な招待状です。国賓待遇。貴殿を国賓として正式に招きたく、両国の友好と発展を願うものであるか。リムル様には当然の待遇です。しかし国賓とかちょっと大げさじゃないか。粗相があったらそれこそ大事になるってことだしな。あ、外遊のスケジュールに俺の演説が入ってる。諸外国に対してアピールでやってくれるのは助かるけど、ドワルゴンの国民の前での演説って、あ、これって別に俺じゃなくてもいいんじゃ。リグルドとか。ダメです、リムル様なら大丈夫です。ただ失礼のないよう今から準備を始めますね。わかった、腹をくくるか。招かれて断るって選択もないからな。ドワルゴンとは良き付き合いが続いております。きっと実りある訪問になるでしょう。そう願うよ。ドワルゴンにはシュナと里帰りを兼ねてカイジンたちを連れて行こう。はい。え、なんでシオンが返事を？え、私も一緒に。いや、シオンは留守番。どうしてですか？シュナ様だけリムル様と旅行なんてずるいです。シオン、旅行ではありません。これはテンペストの対外政策、仕事なんですよ。ずるいです、ずるいのです。私を置いてくとおっしゃるなら、私は、私は。あの後、
泣き、わめき、暴れるシオンを見て、置いていったらリグルトたちがかわいそうなので連れていくことにした。まあシオンも黙っていれば美人秘書だし、俺が見張っていれば壮大惨事にはならないだろう。ドワルゴン訪問はまだ先のことだが、それを考えると胃が痛い。そういやサラリーマン時代も大勢の人前での挨拶は苦手だったな。現在国交のある国は西にブルムンド王国、北は武装国家ドワルゴン、南の獣王国ユーラザニア、天木国アンゲルスとは国交はないが、魔王カリオンとは近いうちに話すことになりそうだ。アンゲルス国への対策も兼ねて南の警備をしておくか。リムル様、ホビオがテンペストに向かってきています。自分に気づき声をかけてきました。フォビオが？ユーラザニアの使者として改めて面会を求めております。カリオンさんとの約束についてかな。よし、通してくれ。体の調子はどうだ？カリオンさんの一撃はだいぶ痛そうだったけど。はっ、お気遣いありがとうございます。もう完全に治りました。ふむ。で、今回はどうしたんだ？ユーラザニアの使者としてカリオン様の書状を持ってまいりました。本来は私が使者となるのは不適切ではありますが、汚名返上の機会も兼ね、何としてもリムル様にお会いしたく、カリオン様に無理を言い使者にしていただきました。おお、そうか。リムル様、こちらカリオン様からの書状になります。カリオンさんからの書状か。互いの国から使節団を派遣して国交が有益か見極めようではないか。うむ、これには俺も賛成だ。早速使節団を派遣する準備を整えるとカリオンさんに伝えてくれ。かしこまりました。カリオン様もお喜びになるでしょう。ではその旨伝えに戻ります。ああ、よろしく。それではリムル様、失礼いたします。前とは打って変わった陰銀な物腰。カリブディス戦でテンペストの印象が良くなったのかもな。ユーラザニアへの使節団の団長はベニマル、その補佐としてリグルに任せようと思う。ベニマルとリグルがユーラザニアに行くんですね。私はリムル様のおそばにおりますよ。おお、リグルにそんな大役を。リムル様、ありがとうございます。テンペストとユーラザニアは互いに使節団を派遣することになった。国交が本格化し、いよいよ国らしくなってきた。これからは政治的な駆け引きなんかも必要になるだろう。ああ、胃が痛い。胃袋は無尽蔵なんで気のせいなんだけど。二人ともユーラザニアに使節団を派遣することは知ってるだろう。その団長をベニマルに頼みたい。はい、お任せください。ユーラザニアは興味ありますね。しかと見極めてまいります。リグルは補佐として同行し、みんなを取りまとめてもらいたい。見聞を広めてきてくれ。いい点はどんどん取り入れたいからな。はい、心得ました。使節団で向かうとなると、やはりそれ相応の贈り物を用意しなければなりませんね。そうですね。ユーラザニアでは農業が盛んで、特に様々な果物が特産品だと聞いています。獣人族中心のとりわけ強さに重きを置く国ですな。となると他では手に入らない武器とかか。今から怪人たちに頼むとしても素材がまず必要だな。ベニマル、リグル、素材集めに付き合ってくれ。はい。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。今日も豊作だな。
リムル様、訓練が一つ。ああ。ギルド、訓練お疲れ様。ところでちゃんと休んでるか？これはリムル様、俺のようなものに気をかけてくださるとは。この通り丈夫ですので問題ありません。そう言って過信してると倒れちゃうって。休むのも仕事、忘れるなよ。はっ、肝に銘じます。告、訓練が終了しています。告。能力の上昇率を回復します。出発だ。告。探索開始だ。告。接敵を確認しました。落ちろ。くらえ。さすがに効いただろう。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。乗ってきた。こんなもんかな。よっ、じゃあアイシクルスピア。そりゃあもんって。あげる。ふっ、そりゃあ、よっ、そりゃあ。ふむふむ、結構調子いいな。なんだこれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。それ。お？なんだこれ。資源の足しにするか。た。告、標的を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、いざ。こんなもんかな。落ちろ。食らえ。アイシクルスピア。そりゃあもんって。ありえない。おりゃ。そりゃあ、よっ、そりゃあ、おりゃ。たあ、へあ、それ、いくぞ。くん、くん、上がってきた。たあ、へあ、おりゃ、と、よっ、そりゃあ、それ、おりゃ、それ、おりゃ。たあ、この調子でガンガン行くぞ。我らが力、思い知ったか。なんだそれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。告、接敵を確認しました。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォール。クレアサークル。クレアサークル。クレアサークル。ゴブゴブリンの力を見たか。
強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。やっ、うりゃ、この調子だ。よっ、そりゃ、ふっ、よっ、行くぞ。よっ、総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。ふっ、そりゃ、よっ、よっ、トムゴブリンの力を見たか。おる、ゴブリンズ。フレアサークル。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。目標を達成しました。よし、目標達成。コク、建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。リムル様、素材はこれだけあればもう十分じゃないですかね。そうだな、ま、これくらいあれば十分か。ベニマルとリグレ、二人でこの素材を鍛冶屋に持ってって、カイジンとクロベイにユーラザニア用の贈り物の作成を頼んでくれ。承知いたしました。あ、先ほどミリム様が探しておられましたよ。ミリムが？なんだろう。新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様、能力の上昇率を開示します。自動編成を実行しますか。自動編成を実行しますか。出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。落ちろ。食らえ。よっ。
この調子でガンガン行くぞ。戦闘終了。お、なんだそれ。資源の足しにするか。それ。資源の足しにするか。た。お、なんだこれ。資源の足しにするか。それ。コク、接敵を確認しました。フレアサークル。くらえ。決まりだ。食らいつくせ。フラトニー、乗ってきた。こんなもんかな。うりゃ、そりゃ。フレアサークル、食らえ。この調子でガンガン行くぞ。お、なんだ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。コク、強敵を発見しました。アイシクルスピア。そりゃあそう、さすがに効いただろ。ここで逃げろ。これで決まりだ。食らいつくせ。こんなもんかな。アイシクルスピア。そりゃあ、油断した。それそれ、いや、いきます。たあ、それそれ、たあ、おりゃあ、たあ、それ、たあ、おりゃあ、それそれ、おりゃあ。ふむふむ、結構調子いいな。私たちの勝利ですね。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサン、さすがに効いただろ。当たりませんよ。こんなもんかな。行くぜ。アイシクルスピア。そりゃ、ふん、うりゃ、そりゃ、よっ、落ちろ。くらえ。フレンド、ふん、そりゃ、よっ、そりゃ、うりゃ、よっ、いや、これで決まりだ。くらいつくせ。こんなもんかな。ふん、そりゃ、うりゃ、落ちろ。くらえがフレンド。それよっ、ふん、ふん、くらえ。よっ、行きます。いや、これで決まりだ。くらいつくせ。グラサミ。こんなもんかな。この調子でガンガン行くぞ。私たちの勝利ですね。よし、なんとかインドカレー作りに使えそうな材料は揃った。早速ゴブイチに届けて料理してみよう。作れるぞ。リムル様がこの前言っていた料理ですね。そうだ、うまいぞ。早速料理を手伝ってくれるか。はあ、インドカレーが食べれるなんて
リムルさん、本当にありがとうございます。なんで僕まで。けどインドカレーは楽しみだな。うまくいってよかったです。まさしくインドカレー、やっぱり美味しかった。自分も最初に食べた時は感動して声が出ませんでした。今度はキーマカレーが食べたいな。私はチキンカレーか。いや、チーズカレーもいいな。チキンティッカマサラが食べたい。カレーはいろんなアレンジができるからもっと料理が作れそうだね。そうだ、浮かれて気づかなかったが、いろんなカレーを作ればカレー屋を作れるじゃないか。これはまた経済が潤いそうだな。コク、目標を達成しました。今日も豊作だな。目標達成。料理や織物に加えて戦闘まで助けてくれるとは、本当にシュナには頭が上がらないな。コク、リムルの旦那。リムル様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 。コク、温泉を使用しますか。ああ、極楽極楽。白老の鍛錬の後ってのが風呂の気持ちを。まさしくその通りっす。ジジイの鍛錬を抜け出した甲斐が。ん？抜け出したって…ほほほ、鍛錬をサボり風呂とは良い身分じゃな、ゴブタよ。じゃなかった、師匠。どうしてここに。お主の考えなどお見通しじゃ。ほれ、鍛錬に戻るぞ。これじゃ極楽から地獄っす。ちょっとかわいそうだけど…うん、鍛錬をサボったゴブタが悪いな。リムル様、簡単に見捨てないでほしいっす。コク、特定個体の能力の一時的上昇を確認しました。力が湧いてくるな。コク、リムル、このドラゴンナックルを使いたいのだ。戦闘訓練をするのだ。リムルは強いが、その強さを生かす技術はまだまだ。その点では白老の方が上だぞ。早く戦闘訓練をするのだ。この世界は戦いで物事が決まる場合が多い。これはミリムなりの優しさだな。わかったわかった、準備をするからちょっと待っててくれ。お待たせ。遅い、遅すぎる。マブダチの私をこんなにも待たせて何なのだ。本当にごめん。マブダチのミリムが相手なんだから最高の準備をして万全にしたかったんだ。最高の準備。あ、いや、待たせすぎなのだ。さすがにそんなすぐ機嫌は治らないか。よし、訓練前に腹ごしらえに行くか。リムルよ、昔と違うのだ。食事で私を釣ろうなんて甘いのだ。そっか、残念。食堂で今日限定の人気メニューがあったんだ。早く行かないとなくなるけど、訓練が先か。限定？人気？なくなる？先にそれを言え。リムル急げ、食べたらすぐ訓練なのだ。ふぅ、機嫌を直してくれてよかった。
たリムル、訓練開始なのだ。ああ、行くぞミニム。こっ、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。うせるのだ。アイシクルスピア、うせるのだ。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、楽しくなってきたぞ。こんなもんかな。ユダゾーバスター、クレアサークル、くらえ、とっておきなのだ。ドラゴンノヴァ、押しおきなのだ。行くぞ、落ちろ、くらえ、お見通しなのだ。そう、くっ、今なら遊んでほしいのだ。うせるのだ、くらうのだ。そう、これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、さすがに効いただろ。こんなもんかな。頭に来たのだ。調子に乗るな。行くぞ、頭に来たのだ。楽しくなってきたぞ。行くぞ、ドラゴンバスター。飽きたのだ。地獄を見せてやろう。食らいつくせ。グラトニー、邪魔なのだ。こんなもんかな。行くぞ、うりゃ、食らうのだ。ふん、よっ、お見通しなのだ。わあ、ドラゴンナックルで弱体化して、これか。スタミナの差もでかい。魔王、侮るべからずだな。うん、なかなか良かったぞ。リムルが魔王になると言い出しても私は反対しないのだ。ならないって。少し休憩な。何？まだまだ。シュナが弁当作ってくれたんだよ。休憩なのだ。なあ、お前ってさ、家族とかはいないのか？ずっとここにいるけど心配してる人とか。私の世話をする者たちはいるぞ。でもあの者どもは心配などしておらぬのだ。私は最強なので心配すら恐れ多いと思われているのだぞ。だから私の友はお前一人なのだ。俺一人。そうだな、これからもよろしくな、ミディム。もちろんなのだ。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムル、お腹が空いたのだ。ご飯、飯だったら食堂で。その後話があるのだ。なのでみんなと一緒にご飯が食べたいのだ。話？わかった、とりあえず飯だな。急いで食材を揃えてくるよ。シュナ、ミリムに特別おいしいものをご馳走してやってくれるか？はい、リムル様、お任せください。おいしかったのだ。ここのご飯とも少しの間さよならだな。おい、それってマブダチよ。私は仕事に行ってくる。仕事？今からですか？
突然だな、葵。まあこれで会えなくなるわけでもないのだ。しばしの別れなのだ。他の魔王たちにもこの地に手出しせぬようにきちんと言い聞かせておくから安心するといいのだ。他の魔王に会いに行くのか。うむ、仕事だからな。騙されないように注意しろ。騙されないでくださいね。騙されちゃいけませんよ。ミリムさん、騙されないよう気をつけてくださいね。ミリム様が騙されませんように。みんな心配性だな。私は賢いから騙されたりしないのだ。うわでは行ってくるのだ。おい待て。って言っちゃった。羨ましいくらい自由ですね。でもミリム様らしいですわ。次に会える時が楽しみです。騒がしかったが、いなくなると寂しいもんだな。ああ、ミリムが帰ってきた時にふぬけたなんて思われないように俺たちも鍛えて国を成長させないとな。ミリムという強者がいなくなったことでヴェルドラの力を狙っていた敵が動き出す。そのことに俺はまだ気がついていなかった。ミリムさん行っちゃいましたね。私ミリムさんを見てると羨ましいなって。ん？どんなところが？強さです。私ももっと強くなろう、鍛え直さないとって。ミリムさんが自由奔放なのは強さに自信があるからですよね。自分の言動で何かが起こっても自分で責任を持つっていうか、解決するっていうか。そうだな。まあ結局は全てをぶちのめすって方向かもだけど。私魔物退治に行って鍛えてきます。アンゲルスからの旅の途中、強い魔物がいる場所があったんです。いきなりだな、スミレ。それってどのあたりだ？南東の湿原です。オーク戦のあった東の湿原よりも南の方です。南東の湿原か。俺も一緒に行っていいか？どれくらい強い魔物が生息してるのか興味ある。リムルさん、私の戦闘でダメなところがあれば遠慮なく言ってください。私強くなりたいんで。ああ、わかった。俺が気づいたとこはガンガン言うようにするよ。コク、新たな目標が発生しました。手加減はなしだ。さっさと終わらせるぞ。スミレタとは確かに殺されていたかもな。そうですね。避けて正解でした。今日でどんなところか大体分かりましたし、私しばらく通って鍛えます。今のスミレなら大丈夫だと思うけど、油断はするなよ。はい、頑張ります。リムル様、アンゲルスを調べてまいりました。分かった。中で話を聞こう。アンゲルスはどうだった？国の発展度はドワルゴンなどにははるかに及ばないものの、規模を考えますと十分栄えていました。ただここ数年、教祖アンゲルスが国王になり、他国への対応は大きく変わったようです。もともと他国との国交はあまりなかったのですが、ここ最近では他国の情報を排除し、より情報統制を徹底しています。国民の様子はどうだ？国民は一見幸せそうですが、感情が欠落しているようで、物事の判断能力が欠如しているように見えました。
しかしよくそんな国に入って調べられたな。軍が国境で警備をしていましたが、潜入するのはたやすいことでした。そしてここからが問題なのですが、教祖アンギラスもテンペストに神の力が埋もれていると吹聴しています。それに伴いテンペストとの戦争を国民は意識しつつあるようです。なるほど、これは対応をミスると戦争になりかねないな。アンギロスの商人クマルと話がしたい。ただ今はユーラザニア、ドワルゴンとの関係において重要な時期だ。大事にならないようにクマルだけをここに連れてきてくれるか。たやすいことです。頼んだぞ。これはこれは、ただの商談という雰囲気ではなさそうですな。分かっているなら話は早い。お前の国アンギルスと教祖について聞きたいことがある。そろそろその話が来る頃だと思っていました。こちらを、国王である教祖アンギルス様からの親書です。親書？随分準備がいいな。国王である教祖アンギルス様は国の代表としてリムル様に正式な面会を求めています。アンギルスは国家として他国から認められているわけではありませんが、国家元首として対等な面会を望んでいます。直接の対面を望んでる？交渉の場で仕掛けてくるつもりか？リムルさん、危険です。絶対に何か仕掛けてくると思う。警戒するお気持ちはわかりますが、今回は本当の顔合わせなのでご心配なく。アンゲルス様はかなり慎重なお方で、ご自身の目で確認したいだけなのです。お前の言うことが信じられればな。はっきり言って今の段階ではアンゲルスを信用できない。だがお前に悪意を感じられないのも確かだ。クマル、お前の魂胆は何だ？答えによってはただでは返しませんよ。まあまあ落ち着け。不審に思うのもごもっともです。私はアンギルスに属し、教祖の命令のもとテンペストの調査を行っていました。国交を持ちかけたのもそのためです。初めからリムルさんを騙すつもりで？そう受け取られても仕方がありませんが、こちらも仕事なので。ですが見てきた分テンペストの魅力も知っています。私はこの国が好きですよ。だから敵対関係にはなりたくない。むしろこの国の発展を願っています。嘘はないように聞こえますが、私が自由な身なら移住したいと思っているくらいです。ですが受けた仕事は完遂するのが私のポリシー。ここで得たリムル様やテンペストの情報は全て教祖に報告しています。敵は敵か。情報が全て筒抜けだなんて。確かに仕事にこだわりがあるからといって許されることではない。リムルさん、クマルを返すのは危険です。確かに捕らえられても仕方がないですな。だがこれも自分の仕事をした結果、後悔はありません。悪いやつじゃないと思うけど、このままってわけにはいかないよな。今後クマルを含むアンゲルスの商人全てはテンペストへの出入りを禁じる。承知しました。面会の件はいかがしますか？教祖アンゲルスには一度会っておきたい。テンペストでなら会うと返答してくれ。ということは私の身は解放されるということで？お前を今捕まえても利はないからな。それにテンペストを好きだという言葉は嘘には思えなかった。なので今回は放免する。ああ、ありがとうございます。教祖アンゲルスはどんな奴なのか、正体が見えない分不気味だ。国家間の戦争は避けたいが、このままでは避けられない流れだと思っている。
アンゲルスへの対応は慎重に進めなければならないが、喫緊の課題はユーラザニアへの交換施設団。こちらの時間も迫っていた。ユーラザニアへの施設団の準備は問題ないか？申し訳ございません、まだ揃っておりません。時期的に本腰を入れて対処しないと間に合わないぞ。必要なものをまとめてくれ。足りないものはすぐに集める。はい。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。探索開始だ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。フラトニー、いいぞ。こんなもんかな。サイシクルスピア。それや、悪い。待たせぞ。一旦引く。どいて。えい、オーラシールド。我ながらいい結果です。よし、お願いします。ん？なんだこれ。資源の足しにさ。資源の足しにするか。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。フラトニー、いいぞ。こんなもんかな。落ちろ。食らえ。また殲滅する。やっ、ふっ、そりゃうりゃ、そりゃアイシクルスピア、そりゃえい、えい、ふっ、それた、おりゃフレアサークル、くらえ。この調子でガンガン行くぞ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、いいぞ。こんなもんかな。アイシクルスピア、そりゃあ、やよっ、そりゃあ、おりゃ、そりゃあ、よっ、そりゃあ。この調子でガンガン行くぞ。ん？なんだこれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。それ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、いいぞ。こんなもんかな。落ちろ。
ザニアへの施設団の準備が整いました。待たせたな。皆の者、静まれ。リムル様のお言葉です。諸君、ぜひとも頑張ってきてくれたまえ。終わりですか？やっぱダメか。あ、うん。じゃあもう少しだけ。いいかお前ら、今回は相手と今後も付き合っていけるのかを見極めるという目的もある。我慢しながらじゃないと付き合えそうもないのなら、そんな関係はいらん。お前たちの後ろには俺や仲間たちがいる。恐れず自分たちの意思はきっちり伝えろ。友好関係を結ぶべき相手か否か、その目で確かめてきてほしい。頼んだぞ。はっ。リムル様、我が輩感動しました。任せたぞ、ベニマル。この目で魔王カリオンが信用に足る人物かどうか見極めてまいります。頼む。いいな、絶対に喧嘩売ったりするなよ。心配無用です。頼もしい。ペニマルも大人になったもんだ。リグルたちも頑張ってくれ。いいところはどんどん取り入れたいからな。はい、見聞を広めてまいります。よし、それではみんなで送り出すぞ。盛大にな。楽しんできてくださいっせ。いってらっしゃい。頑張れ。お兄様、お気をつけて。無理しないでください。無事を祈る。
この先は強力な魔物がたくさんいるので、つい最近警備隊の警戒区域に追加されたんですよ。ほう、そんなに強い魔物なのか。施設団は全員が戦闘員ではないので、多数に襲われたらまずいです。安全のため迂回しましょうか。迂回なんてしなくても、俺とリグルで先行して出くわした魔物を全部先に倒してしまえばいいんじゃないか。そうですね。そう言うとは思ってました。ベニマルさんとなら大丈夫ですね。行くぞリグル。はい。コク、接敵を確認しました。燃え尽きるがいい。エフレア、どうだ。あまり舐めてもらっては困る。悪くはなかったんじゃないか。コク、接敵を確認しました。燃え尽きるがいい。どうだ。あまり舐めてもらっては困る。ま、この程度か。コク、強敵を発見しました。攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。ホブゴブリンの力を見たか。国連戦悪くはなかったんじゃないか。思っていたよりは大変だったな。こっちは二人だし、魔物の数が多かった。そんなこと言って、魔物と戦うのを楽しんでましたよね。でもベニマルさんのおかげで切り抜けられました。さすがです。このレベルの敵なら道中は俺たち二人で大丈夫だ。リグルも団長補佐のだけあって頼りになる。え、そうですか。それは嬉しいですね。俺も頑張りますよ。ユーラザニアには戦闘好きな奴らが多いらしい。どんな国か楽しみだ。ベニマルさん、喧嘩に行くんじゃないんですから、戦いは控えてくださいよ。俺だって短慮な行いがまずいのは理解しているさ。心配するな。第1回の使節団はこうして旅立っていったのだった。互いの国がますます成長できることを願って。ベニマルやリグルのことは心配ないだろう。次はこちらの受け入れ準備だ。ユーラザニアの使節団を迎える施設や料理、接客、やることは多い。おもてなしって大事だよね。迎賓館は他国の関係者が泊まるところだから、立派な建物にしておきたい。建築資材が必要だな。集めてくるか。目標が発生しました。
よし、集めるぞ。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。探索開始だ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくぜ。グラトニー、いいぞ。こんなもんかな。えい、行く。そりゃ無理。そりゃよっ。そりゃ無理。アイシクルスピア。この調子でガンガン行くぞ。戦闘終了。お？なんだこれ。資源の足しにするか。た。お？なんだこれ。資源の足しにするか。コク、強敵を発見しました。我が輩にお任せあれ。ボルテクスクラーク。決まった。アイシクルスピア。そりゃくん、それくらそれ落ちろ。くらえ。えいよっ。そりゃうりゃ。くっそーよっよっ。くん、そりゃうりゃ。くっそーよっ。油断した。これで決まりだ。食らいつくぜ。こんなもんかな。それ。ダーク。ダーク。ふむふむ、結構調子いいな。皆さんのおかげです。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくぜ。こんなもんかな。アイシクルスピア。そりゃうっ。りゃそりゃふっ。そりゃよっ。そりゃうりゃ。それふむふむ、結構調子いいな。お、なんだこれ。資源の足しにするか。接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくぜ。グラトニー、いいぞ。こんなもんかな。アイシクルスピア。そりゃくん。そりゃよっ。そりゃくん。アイシクルスピア。そりゃ殲滅する。ふむふむ、結構調子いいな。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくぜ。グラトニー、いいぞ。こんなもんかな。行かないで。レアサークル。食らえ。殲滅する。それ。やっ。
食らいつくぜ。グラトニー、こんなもんかな。ふっ、そりゃよっ、アイシクルスピア、そりゃうりゃ、そりゃよっ、そりゃうりゃ、そりゃそれ、おりゃた、た、おりゃ、ふっ、そりゃそれ、おりゃそれ、アイシクルスピア、そりゃよっ、何するの。油断した。よいっしょ、これで決まりだ。食らいつくぜ。こんなもんかな。ふむふむ、結構調子いいな。戦闘終了。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。カイジ、素材を集めまくったが足りそうか。ああ、旦那、さすがにこんだけあればなんとかなりそうだ。ありがとうよ。これは温泉以来の大規模工事だ。腕が鳴るぜ。そうか、よかった。他国の客人の度肝を抜きたいんだ。よろしく頼むよ。おうよ、任せてくれ。ミルドやゲルドとも相談してすんごいの立ててやるよ。旦那、完成した迎賓館の感想は。素晴らしいな。いい出来だよ。ありがとう。ゲルド率いるハイオークやミルドたちも頑張ってくれたおかげよ。みんなもありがとな。これだけの建物は初めてですし、我らもやりがいがありました。うんうん、いいね。これで使節団はいつでも迎えられるな。リムル様、シオン殿より報告があるそうです。ユーラザニア使節団の受け入れの進捗か。わかった。ユーラザニア使節団の方が宿泊する迎賓館はミルド殿の指導のもと間に合いました。迎賓館の接客係ですが、ベスター殿が指導してくれています。礼儀作法はお手の物ってわけか。さすがは本物の貴族だ。料理人の方はどうだ。はい、そちらはシナ様が指導しています。皆物覚えもよく順調ですよ。それから武装国家ドアルゴン訪問の日程が決まりました。そうか、ついに決まったか。ドワルゴンでやるのはテンペストとの国交樹立の挨拶とカリブディスの時のミリムについての説明。こういう挨拶ってみんなの前でやるやつだよね。な、リムル様、風が。この風はドレーニーさん。ごきげんよう、リムル様。どうしました？何かあったのですか？はい、ジュラの大森林にユーラザニアからの使節団が入りましたのでお知らせしようかと。おお、来たか。間もなくこのテンペストに到着すると思われます。知らせてくれてありがとう。このくらいお安い御用です。あ、それから使節団より先に彼らが到着しそうです。彼ら？はい、英雄のヨウムとその仲間たちには俺たちの代わりにオークロードを倒した英雄になってもらった。俺たちのような魔物がオークロードを倒したなんて知られたら警戒されるだけだからな。そして俺たちを友好的な魔物の集団だと各地に吹聴する役を頼んでいる。そんな彼らが帰ってきた。成果を聞きつつねぎらうとしよう。you
なんか忙しそうな時に来ちまったかな。すっかり立派な国になって。いや、いいよ。せっかくだし、接客の練習相手になってやってくれ。接客？誰か来んの？ああ、もうじき魔王カリオンとこから使節団が来るんだよ。は？魔王カリオン？なんだってそんなことに。話せば長くなるが。というわけで、国交樹立のチャンスってわけなんだよ。なるほど。にしても魔王か。おっかない使節団なんだろうな。どうだろうな。喧嘩するのが目的じゃないし。でも不測の事態に備えてベニマルさんを行かせたんだろ。向こうだって同じように考えているんじゃねえのかな。だとしても関係ないな。下手に手を出してチャンスを不意にしたくないし。まあ確かに。お前も死者相手に喧嘩売ったりすんなよ。おいおい旦那、俺も手下どももそこまでバカじゃねえですってな。あ、まったくだ。ならいいが。そういや、白狼が会いたがっていたぞ。腕が鈍っていないか確かめたいってさ。師匠が？一気に酔いが覚めた。ヨウムが久しぶりに帰ってきて英雄活動の報告を聞いた。ゆっくり話をして改めてヨウムを英雄にしたのは正解だと思った。ヨウムの働きでこのテンペストの印象が徐々に良くなっていけばいい。地味に確実に。派手な動きは警戒されるからね。そういえば西の大滝に自分たちじゃ勝てないぐらい強い魔物がいたとヨウムが言っていた。ユーラザニア使節団受け入れの準備はもう俺なしで動いている。調査を兼ねて西の大滝へ魔物討伐に行くか。テンペストの西側にも警備を広げる計画だったのでちょうどいい。これでヨウムたちの進行ルートが少しでも平穏になればと思う。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるものを調査しておこう。リムル様、訓練が一区切りつきましたぞ。ああ、ご苦労様。我が主、我はこの訓練で一層の強さを身につけました。おお、やったな。ですので次こそはぜひとも我を共に。よっぽど連れて行って欲しかったのか。コク、訓練が終了しています。リムルさん。リムル様、少しよろしいでしょうか。こんにちは、リムル様。おお、シオンとシュナか。どうかしたか。実は私、最近ポーカーをたしなんでいるのですが、勝率が低く、苦渋を味わっております。まあ、強くはなさそうだな。序盤は好調なのです。ただ、小腹が空いてくるとどうしても。笑わないでください。すまん。それで？そこでポーカー中に食べられるものはないかと。できれば手を汚さず片手で食べられるようなものが良いのですが。私も考えてはいるのですが、良い案が浮かばないのです。だったらハンバーガーはどうだ。肉や野菜や好きなものをパンに挟んだ料理だ。食材を挟み込むから手も汚れにくいぞ。とても美味しそうですね。ハンバーガー、条件にぴったりです。俺もジャンクフードにはまってハンバーガーばかり食べていた時期があったな。そう、手軽なのにうまいんだ。思い出すと猛烈に食べたくなるよ。
レシピを教えてもらえればお作りいたしますよ。本当か？それは嬉しいな。ええ、私がリムル様のために最高のハンバーガーを作ってみせます。レシピなんて大層なものはないんだが、さっきも言ったように好きな肉や野菜に好きなソースを絡めてパンに挟むんだ。ただ何でもかんでも挟めばいいってもんじゃない。味のバランスというか食感のバランスが大事なんだよな。なるほど。では早速調理してきます。少々お待ちくださいね。ああ楽しみだな、シュナのハンバーガー。シオンの様子がおかしい。どうしたんだ？どうした、シオン？私も作ります。私もハンバーガーを作ってリムル様にご馳走します。いや、せっかくシュナが引き受けてくれたんだ。おとなしくシュナを待とうな。いいえ、必ずやリムル様にご満足いただけるハンバーガーを作ってみせます。そんなに張り合わなくったって。張り合ってなどいませんよ。それに私がご馳走すると何か問題が？もちろん問題ないぞ。それなら良かったです。では材料の調達に行ってまいりますね。待て、お前が飲食物を作るときはベニマルの許可を得るように言っただろう。はっ、ではベニマル様に許可を取ってから材料の調達に行ってまいります。お気をつけて。とんでもないことになりそうだ。とりあえずシュナに伝えないと。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様、リムル様、リムル様、ハンバーガーの件ですか？今は挟む食材を考えているところです。やはりメインは牛肉が良いでしょうか？あ、それもあるんだが、シオンはここに来てないのか？え、来ておりませんが、どうしてですか？困ったことにシオンもハンバーガーを作るらしいんだ。シオンもハンバーガーを？どうしてそのようなことに？俺が聞きたいよ。シオンはここには来ていないのか。確か食材調達って言ってた気が。まずはベニマルに話を聞いてみよう。コク、新たな目標、気合い入れていくか。リムル様、リムル様、リムルさん、能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、新しいエリアが開放されました。コク、探索開始だ。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ、グラトニー。こんなもんかな。フレアサークル、食らえ。うりゃうりゃ、そりゃクリア。油断したっす。
の出汁にするか。たコク、接敵を確認しました。もちろん。そう失敗に王さん。これで決まりだ。食らいつくせ。フラトミー。いい感じだ。こんなもんかな。エイク、落ちろ。確認しました。フレアサークル、くらえ。許してね。これで決まりだ。くらいつくせ。本当にこんなもんかな。よっ、それ。ふむふむ、結構調子いいな。戦闘終了。確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラタン、さすがに効いただろ。こんなもんかな。フレアサークル、食らえ。終了。お？なんだこれ。資源の足しにするか。コク、強敵を発見しました。目標達成。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。
うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様。リムルさん。コク、リムル様、ユーラザニアの施設団があと3時間ほどで着きます。来たか。お初にお目にかかります。ジュラテンペスト連邦国の名手リムル・テンペスト殿。私は大高くのアルビス、魔王カリオン様の三重師の一人です。おお、まさか最高幹部のお出ましとは。するとこっちもか。ふん、テンペストの名手とはどのような魔物かと思って来てみれば、弱小なるスライムではないか。我々をバカにするにも程がある。控えなさいスフィア、あなたの振る舞いはカリオン様の顔に泥を塗るのと同じ。うるさいぞアルビス、俺に命令するな。そもそもドワーフはまだしも、矮小で小賢しく卑怯な人間どもとつるむなど魔物の風上にも置けぬわ。随分な物言いだな。このヨウムは俺の友人で同じ師匠についた弟弟子でもあるんだが。それがどうした。なあヨウム、お前もバカにされたままじゃ悔しいだろ。え、俺が許すからちょっと実力を見せてやったらどうだ。おいおい旦那、平和的に行くんじゃなかったのかよ。こっちから手を出すつもりはなかったが、向こうが仕掛けてくるなら話は別だ。ほう、やるか人間。あ、いや俺は。カシラ、やっちゃってくださいよ。舐められたままじゃカッコつかないです。しょうがねえな。旦那、ちゃんと骨は拾ってくださいよ。ああ、任せろ。黙って聞いていればリムル様への暴言の数々。我慢に我慢を重ねていましたが、どうやらその必要はなかったようです。あなたの相手は私です。面白い。スライムの配下がどの程度のものか、この俺、白虎僧のスフィアが確かめてくれるわ。まったく、しょうがありませんわね、スフィアは。グルーシス、あなたがあの人間の相手をなさい。え、いくら俺が獣王戦士なんで末席だからって人間の相手なんて。まあいいか、遊んでやるよ人間。コク、コク、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。よっ、ここで決めます。弾頭基準セブッくらえ。よっセブッよっセブッ。やあ、行くぞ。くらえ。まだまだ。東方。やるじゃないか。せい。決めます。東方。これで終わりか。やあ、せが。やあ。まだまだ。くらえ。まだまだ。ここで決めます。弾頭基準セイニャッ
行くぞ。いや、はっ、遅い。最後にこれし、せるふん、せるふん、せるふん、くらえ。ここで決めます。担当基準。まだまだ。それまで。もう十分です。で、俺たちは合格なのか。ええ、堪能させていただきましたわ。え、て、旦那、これって…ああ、どうやら俺たちは試されていたらしいな。見たか、お前ら。彼らは強く度胸もある。我らが対等に付き合うにふさわしい相手だ。ジュラ・テンペスト連邦国の名手リムル・テンペストとその友人を軽んじることはカリオン様に対する不敬と思え。分かったな。はあ、スフィア様の言われる通りだ。獣人とこれだけやり合える人間なんざめったにない。嬉しいね。マルコ様ってよかったですね。シオン、お前も分かったな。シオン、これどうしましょう。うわぁ、爆発寸前。消せないのか。無理です。と言いますか、もう気力が限界で。落ち着け。そっとだ、そーっとそれを上に向けるんだ。上、無理かも。まったく、しょうがねえな、シオンは。シオン、撃て。ですが。大丈夫、俺を信じろ。はい、行きます。はい、おしまい。なんと、さすがはカリオン様の認めしお方。あなたとあなたの国と縁ができたことに感謝を。こちらこそ。ようこそテンペストへ。その夜、できたばかりの迎賓館で歓迎の宴を催したのだが、えらく酒の受けがよく、用意した酒はほとんど飲まれてしまった。果物の収穫量から大量生産は難しいと内情を明かすと、果物を送るから酒をよこせと言われ、妥当な利益のラインが分からず専門家に任そうとコボルトの商人の代表であるコビーに頼むことにした。案外取引なんて酒の席でまとまるものだしな。他国との交流、その始まりとしてはなかなか上々だ。自慢の酒類が獣人たちに好評でよかったが、まさか余裕を持って用意した酒が全て飲み干されてしまうとは。さすがに初日ですっからかん、在庫ゼロはよろしくない。酒になりそうな果実を集めておくか。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。今日も豊作だな。リムル様。うん。リムル様、リムル様、リムル様、能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。探索開始だ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。
んなもんかな。アイシクルスピア、そりゃあ失敗の王さん、ハート、油断しよっ、そりゃあフッ、それクレアサークル、クレアよっよっ、クレイフッ、それお、なんだ？資源の足しにするか。それ。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラタミ。この調子だ。こんなもんかな。よっ、ハート。確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラタミ、いいぞ。こんなもんかな。覚悟はいいか。カオスイーター。戦闘終了。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラタミ、この調子だ。こんなもんかな。アイシクルスピア、そりゃあエイフ、それよっ、そりゃあおりゃ、そりゃあフン、クレアサークル、よっ、クレアサークル、クレアドグアート、クレアやってきた、そりゃあおりゃ、そりゃあおりゃ、クレアよっ、そりゃあクン、そりゃあそれ、この調子でガンガンいくぞ。戦闘終了。お、なんだこれ。資源の足しにするか。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラタミ、さすがに効いただろ。こんなもんかな。食らいつくせ。
んなもんかな。せい、どいて。よっ、そりゃ、うりゃ、そりゃ、ふっ、そりゃ、よっ、そりゃ、アイシクルスピア、そりゃ。そう、失敗のようさん。目標達成。ミグルド、酒になる果実を集めておいた。工房に運んで仕込むように頼んでくれ。おお、リムル様、もう果実を集めてくださいましたか。私もまさか酒類が飲み尽くされるとは思いませんでした。驚きです。施設団のメンバーはどんな様子だ。うまくいってるといいんだが。はい、家事工房や建築中の建物、生活設備など各々の施設を見学しております。住民たちとも交流しているようで問題ございません。そうか、それはよかった。ベニマルやリグルも今頃は何か学んでいるだろうな。リムル様、アルビス殿、スフィア殿がユーラザニアへ帰還するとのことです。ああ、見送りに行かないとな。では私たちはこれで。うまい酒待ってるぞ。ああ、カリオンさんによろしく伝えてくれ。アルビスとスフィアはユーラサニアへと帰ったが、彼女らの配下たちはテンペストに滞在を続けている。なんでもここの技術をいろいろ学んでこいと言われているらしい。ユーラサニアの獣人たちは真面目で気のいいやつらだった。こっちの住人とも馴染んでいるようだし、相性は悪くないようだ。この分ならペニマルやリグルもうまくやってくれているだろう。リムル様、ヨウム殿たちが旅立つとのことです。見送りに行くか。じゃあ俺たちは引き続き英雄として名を売ってきますよ。気をつけてな。ああ、あの、もしアンゲルスについて新しい情報が入ったら。わかった、知らせるよ。もし仇に会うことがあったら、だいぶ強くなったと伝えてもらえますか。任せとけ。希少花を見かけたら。場所を覚えておいて教えてほしい。英雄の仕事は盛りだくさんだな。いろいろ世話をかけるが頼むよ。そういえば新しい仲間はスカウトしないのか。俺の目にかなうやつがいたらな。じゃあまた戻ってくるから。ヨウムたちは英雄として名を売るために旅立った。そしてさらに数日が経ち、入れ違いにベニマルら施設団が帰国したのだった。そろそろ南東の湿原に差し掛かります。ああ、ユーラザニアに向かうとき二人で先行して魔物を倒したところか。そうです、また魔物が集まっているようですね。行きと同じく俺とリグルで先行して出くわした魔物を全部倒してしまうか。行くぞリグル。はい。コク、
を確認しました。燃え尽きるがいい。あまり舐めてもらっては困る。悪くはなかったんじゃないか。コク、接敵を確認しました。消し飛べ。もう諦める。おぼろ黒煙山。どうだ。やった。せい悪くはなかったんじゃないか。コク、強敵を発見しました。燃え尽きるがいい。エフレア。あまり舐めてもらっては困る。おぼろ黒煙山。悪くはなかったんじゃないか。行きよりは楽だったが、やっぱり大変だったな。魔物の数が多い。でも結局ベニマルさんは魔物と戦うのを楽しんでますよね。リグルは動きが良くなった。ユーラザニアでの訓練が役に立ったようだな。そうです。ベニマルさんに言ってもらえると嬉しいですね。さあテンペストに帰るか。リムル様に会うのが楽しみだ。リムル様、ベニマルたちが間もなく帰還します。さてどうなったのやら。ユーラザニアの騎士団はさすがの一言です。一兵士に至るまで魔王カリオンに徹底的に鍛え上げられていました。さすがはビーストマスターというところか。他には。はい、建築物は全体的にテンペストに比べれば粗末なものでした。しかし王宮にはゼイが殺され、富の一極集中が顕著のようです。リグルがこんな立派に。ですが悪い意味ではありません。住人がそれを望んでいるのです。なるほど。建築だけでなく工芸その他も今の我が国の技術力が上回っております。怪人たちが来てくれた上に黒兵衛やシュナがいるからな。しかし一つだけ目を見張るほどに素晴らしいものがございました。それは農業です。ほう。我が国とは比べ物にならぬほど広大な田畑が広がり、農作物が彩り豊かに実っておりました。その技術は俺たちでも習得できそうなものか。おそらくは可能かと。よし、次の使節団には農業面を重点的に視察してもらおう。リムル様。ん？お許しいただけるならば、次回からはリグル殿を使節団の団長に指名してやってくださいませんか。どういうことだ。魔王カリオンは信用できる人物だと判断しました。死者を無下に扱ったりする心配はありません。ならば俺は国の守りとしてここに残る方が得策かと。ふむ、それとリグルになら任せても大丈夫。そういうことだな。はい、わかった。いいだろう。しかしお前がそこまで信用するなんて、カリオンさんは力だけの王じゃないってことだな。そうですね。実は喧嘩を売ってみたのですが、笑っていなされましたし。あ、おまそれ。ヘルフレアなんかはさすがに使えないので、コテンパンに負けました。俺もまだまだです。お前
あ、ですがフォビオには勝ちましたよ。そう。ベニマルはやっぱり外に出してはいけない男だった。だがユーラザニアとは良好な関係を築けそうだ。ユーラザニアでベニマル・リグルが注目したのがカリオンに鍛えられた戦士団と農業だった。武と食、さすが長く歴史ある国だ。しっかりした地盤が出来上がっている。農業については遠慮なく先輩に頼る感じでいく。まずは施設団から聞いた情報をもとに農場の強化を図るか。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。コク、建築を実行しますか。頼んだぞ。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。頼んだぞ。よくやった。まさにイメージ通りだよ。情報と戦闘どちらも好きなしでほんと優秀。あんま無理させないようにしよう。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムル様、国力の高まりを感じますぞ。まだまだ良くするつもりだ。今度行くドワルゴンだが、前に見た限りテンペストが及んでいない部分がまだまだある。今回の訪問で学べるところは学んでこようと思う。さすがです、リムル様。ドワルゴン訪問の日が迫る中、アンゲルス関係の情報が飛び込んできた。アンゲルスからの使者がテンペスト近郊まで来ています。来たか。みんなを集めてくれ。は。天木国アンゲルスの使者が近くまで来ている。教祖アンゲルスはテンペストにベルドラ、神の力が埋もれていると思っていて、それを奪おうとしている。ベルドラ様の力を。スミレの話や調査したアンゲルスの情報から判断して、国家間の戦争に発展する可能性がある。リムル様がいればアンゲルスなど恐れるに足りません。シオン殿、戦争となると住民への被害も。アンゲルスは好戦的な国なんですかね。教祖アンゲルスが何を考えているかわからないが、目的を考えると争いは避けられないと思ってる。テンペストはできたばかりで人間と敵対するには不安はある。だがベルドラに加護されたジュラの森の魔物たちに対し吹っかけてきた喧嘩なら、それはジュラの森大同盟の名手を任された俺がけじめをつけるべきことだ。テンペストは俺が守る。さすがです、リブル様。教祖アンゲルスの目的は神になること。それは元の世界でも同じでした。え、そうなの。父はまがいものの神として祭り上げられていました。だけどこの世界では本物の神になれると確信している。それは執念とも呼べるもの。リムル様、アンゲルスの使者との交渉の場にスミレ殿を出しますか。スミレは切り札になるかもしれないから、今回の使者との交渉はスミレ抜きで進める。お父さんと合わせない。これはリムルさんの優しさだな。初めてお目にかかる。私は天木国アンゲルスの王であり教祖、
アンゲルスだ。ジュラテンペスト連邦国の代表、リムルテンペストだ。遠方より足を運んでいただき感謝している。こちらこそ、お招き感謝する。アンゲルスはフルブロジアの近くにある小国で、これまでは国交がなかった。故にこうした話の場は大変有益だ。テンペストの話はクマルより聞いていた。噂通り実に素晴らしい国だ。祖国を思い出すよ。あなたの祖国は？私は異世界から召喚されたものでね、この世界の国ではないのだよ。異世界出身は隠さないのか。テンペストとはぜひ国交を深めたい。異論はないかな？ええ、互いに有益な交易になるのなら。突然の訪問で手綱を握られたせいか、会見は教祖アンゲルスのペースで進んだ。ただユーラザニアとの使節団の経験も生き、大きな問題もなく話は進み、会食の時間となった。素晴らしい食事、感謝する。懐かしさを覚える味だった。それは何より、準備した者たちに伝えておく。ジュラの大森林は暴風竜ヴェルドラが支配する土地だったはずだ。来るのもいきなりなら、話も唐突なおっさんだな。だとしたら何か？ヴェルドラが消えると同時に、リムル殿、そなたが現れた。そなたがヴェルドラを殺したのでは？暴風竜ヴェルドラを俺が？なぜそう思う？ヴェルドラの遺骸はどこにある？オークディザスターを食ったユニークスキルを使ったのか。人の話全然聞いてないな。そなたはヴェルドラの力を食ったのか。神の力をその身に宿す快感というのはどのようなものだ？神の力とはどのようなものだ？テンペストの発展にその力を使ったのか。ひょっとして異世界の英知を得られるのか。異世界へ渡る力も手に入るのか。ならば奴らを見返すこともできる。神になりたい目的は元の世界への復讐か。そなたのその力、私に譲ってほしい。下がりなさい。リムル様に一歩たりとも近づくな。神の力の対価、私が払えるものなら全てを払おう。天木国アンゲルスをそなたのものにしてもいい。望むなら他国を滅ぼしてもみせる。さあどうだ。何を言っている。これだけ融通し譲歩してもダメか。交渉が効かないなら力ずくで手に入れるしかなくなる。その力を渡す気になったらいつでも言ってほしい。では私たちはこれで失礼する。そうか。まだお食事はありますが。シュナ、もういい。お見送りだ。見たところ、この場で戦っても私はテンペストに勝てないだろう。勝てるようになったらまた交渉に来るとしよう。私の力をくれぐれも侮らぬことだ。リムル殿が再興することを願っているよ。初めから国交を結べきなんてない。目的はヴェルドラの力だけだ。前置きも駆け引きもなく単刀直入に要望だけを押し付けてくるとは。昔の我々でももう少しまともだった気はします。あの教祖、完全に目がいってたっすよ。妄臭を感じますな。ゴブタ、ガビルさん。リト、私のことなら気にしないで。父とは思ってないから。今は勝てないが、近いうちに勝てるような言い回しをしていた。教祖アンゲルスには何か特別な力があるのか。教祖アンゲルスは2つのユニークスキルを持っています。
導く者と応える者、天使を信望するアンゲルスの人々には父は神の使いそのもので、父の言葉は典型に聞こえています。ユニークスキルが2つ大賢者、2つのスキルについて教えてくれ。はい。ユニークスキル導く者は、自身の信者が自身に望む力を魅力ながら得る効果があります。信者が周りに複数いれば、その効果が重複し、強大な力を手に入れます。国民の信頼が厚い競争をアンゲルス内で倒すのは至難です。ユニークスキル応える者は、スキルの対象となった相手が問いかけに対する答えを持たないとき、答える者の言葉を無条件に信じさせる効果があります。一流の詐欺師のためのようなスキルだな。大賢者、教祖アンゲルスが俺に勝つ算段はあると思うか。はい。二つのユニークスキルの効果により、教祖アンゲルスが勝つ可能性は少ないながらあります。答える者により、教祖アンゲルスがテンペストを敵国と判断し、国として聖戦を仕掛けた場合、導く者によるステータスの強化は周りの信者の数だけ行われるため、個体としての強さはカリュブディスを大きく上回る可能性があります。カリュブディスを上回るか、油断はできないな。教祖アンゲルスは危ないやつだった。俺がベルドラを殺し、その遺骸を食ったと思い込んでいる。本当は友達として胃袋で結界の解除方法を一緒に解析しているのだが、それを知る者はいない。教祖アンゲルスが思い込むのも仕方がないか。これからドワルゴン訪問が待っている。ミリムのことを説明しつつ、ガゼル王にアンゲルスについて助言を求めてみよう。メスター、ドワルゴン訪問に持っていく贈答品は何がいいと思う？酒類はいかがでしょうか。ユーラザニアの方々にも好評でしたし、我々ドワーフも酒好きは多いですから、口に合うかどう。お酒か。何種類か特別に醸造して高級なボトルに詰めて、よし、酒作りに使えそうなものを集めるか。意外と甘いもの好きかもしれないけど、わからないしな。シュナの絹織物はどうだろう。武器や防具はドワルゴンの特産品なのでダメでしょうな。だよな。怪人たちの技術もさらに上がってるけど、嫌味に取られて機嫌損ねたくないしな。またガゼル王に武器を作って献上したいが、テンペストからの贈答品としてはちょっとな。目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様。ベニマル、シオンは来たか。はい、あいつ俺が止めるのは聞かず。そうか、もう何も言うな。今はあいつが道を踏み外さぬよう見張るのが先決だ。はい、それなのですが。あ、シオンのやつ、ジュラの森の方に走っていきました。なんだって。何を？それはこっちのセリフなんだが、ハンバーガーを作るんじゃなかったのか？ええ、そうですが。だったらなぜ洞窟にいるんだ？ここならリムル様にご満足いただける材料が見つかると思いまして。なぜそうなる？シュナ様に負けないハンバーガー、つまりシュナ様に負けない食材が必要です。この辺りではテンペストサーペントが最強格、
どこかにいるはずです。テンペストサーペントを食べさせる気か。これは命の危険まであるぞ。リムル様はお腹を空かせて待っていてください。これはまずいな。シュナのところで心を落ち着かせよう。コク、新たな目標が。気合い入れていくか。リムルさん。リムル様。リムル様。リムル様、ハンバーガー作りは好調です。お肉とお野菜に合うソースができました。うん、わかりやすくてうまそうだ。それに引き換えシオンは。シオンは何を企んでいるのですか。誰にもわからない。元はといえばシオンが片手で食べられるものが欲しいって言うから作ろうとしてるのに。シオンはこうと決めたら止まりませんからね。困った子です。困ったなんてもんじゃないよ。シオン、もう諦めたか。何のことでしょうか。すでにテンペストサーペントの肉は調達済みです。いや、もうあれは食べたくないんだが。食べたことがあるのですね。ではやはり食用にすることは可能。待て、あれは俺だから食えたんであって、多分普通は。リムル様、誰も見たことのない食材で誰も見たことのないハンバーガーを作ります。楽しみにしていてください。リムル様、ハンバーガーの完成に近づいてきました。今はパンの焼き加減と食感の研究中です。ジューシーさとシャキッとした食感、これらをまとめる至高のパン。こっちはどんどんグレードアップしてる。それに比べてシオンには負けませんよ。気持ちを込めて作ります。最高のハンバーガーにしますからね。楽しみにしておいてください。はあ、ありがとう。シオン。リムル様、ずいぶんといい色の虫がいました。これをソースに使えば。何を作るつもりなんだ。料理とは気持ちです。美味しくなれと念じれば美味しくなります。気持ちを込めて作ればそれが最高の調味料となるのです。気持ちってとこだけはシュナと同じなんだが。存分に腕を振るいますので試食を楽しみにしていてください。思ったよりも危険なものになりそうだ。犠牲者が出る可能性も。念のために解毒薬を作っておくか。確か蜂蜜には解毒作用があったっけ。ニュートリアと蜂蜜を組み合わせれば作れるかもしれない。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。能力の上昇率を開示します。コク、コク、自動編成を実行します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。
告、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラタン、さすがに効いただろ。こんなもんかな。よっ、そりゃふっ、フレアサークル、くらえ。これで決まりだ。食らいつくせ。グラタニー、こんなもんかな。アイシクルスピア、そりゃよっ、そりゃおりゃ、そりゃよっ、そりゃ。ふむふむ、結構調子いいな。資源の足しにするか。それ。国、強敵を発見しました。フレアサークル。くらえ。さあ、おりゃ。くっ。油断した。行くぞ。これで決まりだ。食らいつくせ。こんなもんかな。ふっ、よっ、うりゃ、それ。フレアサークル、くらえ。よっよっ、行くぞ。よっ、落ちろ、くらえ。たあ、うりゃ、そりゃ。これで決まりだ。くらいつくせ。こんなもんかな。ふむふむ、結構調子いいな。国、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラタニー、この調子だ。こんなもんかな。フレアサークル、食らえ。もちろん、くらえ。ふん、行くぞ。それ。ふん、それ。もちろん、くらえ。よっ、ふん、ふん、そりゃ、おりゃ。それ。ふん、そりゃ、おりゃ、そりゃ、よっ。これで決まりだ。くらいつくせ。こんなもんかな。この調子でガンガン行くぞ。お？なんだこれ。資源の出しにするか。た。国、強敵を発見しました。決まりだ。食らいつくせ。グラタニー、こんなもんかな。たあ、うりゃ、そりゃ、よっ、そりゃ、それ。たあ、ふん、そりゃ、よっ、そりゃ、アイシクルスピア、そりゃ、ふん、そりゃ、ふん、よっ、うりゃ、それ。たあ、フレアサークル、くらえ。よっ、そりゃ、うりゃ、そりゃ、ふん、そりゃ、よっ、そりゃ、ふん、よっ、ふん、たあ、
なもんかな。それよっ、落ちろ。ふむふむ、結構調子いいな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。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 コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。潜在能力が解放されました。潜在能力が解放されました。リムル様、お帰りなさいませ。お酒の材料集めはいかがでしたか。ああベスタ、いろいろ集めてきたよ。これを機に新しい酒も作ってみようと思う。必要であれば私の方で対応しますので、いつでもご命令ください。ありがとう。これでドワルゴンへの相当品は何とかなりそうだ。リムル様、ドワルゴンに旅立つ支度が整いました。わかった、行こう。今回ドワルゴンへ同行してもらうのは、俺のサポートをしてもらうシュナとシオンにスミレ、警備としてゴブタとゴブリンライダーたち、帰郷を兼ねてカイジンとガルム、ドルド、ミルドのドワーフ3兄弟だ。ベスターはまだ帰れるだけの成果を出していないと留守番を申し出ていた。いつでも出発できます。うむ、旦那のおかげで諸国に帰れます。本当にありがてえ話で。本当ですよなあ、お前たち。まったくでさ。うんうん、そう言ってもらえると俺も嬉しいよ。この国はお前たちがいたからここまで立派になったんだ。そう言ってもらえると職人冥利に尽きるってものでさ。ねえ、嬉しいね。うん、少しの間だが故郷で羽を伸ばしてくれ。ここだけの話、夜はあそこでお楽しみだ。旦那、馬車にはガゼル王への土産が積んである。胃袋にしまった方が楽だと言ったら、シュナに形も大切なんですと諭された。最近はベスターからいろいろ学んでおり、マナー面でも頼りになるようになった。ドワルゴンについてからの応対もシュナに任せきりだった。ちなみに俺は頭が真っ白で何も覚えていない。久しいな、リムルよ。ガゼル王にはミリムについて根掘り葉掘り聞かれた。あれが魔王だと言われて信じないドルフさんの気持ちはわかる。だが事実なんだから仕方ない。荒唐無稽だからこそ真実なんだろうとガゼル王は信じてくれた。よかろう、信じるぞリムルよ。ドルフもいいな。はあ、しかし
いつの間にか最古の魔王と知り合いになるとは。リムル殿は本当に不思議なお方だ。ふふん、なんでシオンが自慢げなんだ。お待たせしました。それはリンゴで作った蒸留酒なんだ。果実を輸入できる目処が立ったんで、この先量産できると思う。輸入とはこのドワルゴン以外にも貴様たちと国交を結ぼうというものが現れたのか。ブルムンド王国あたりか。うん、そこもだけど、この果物は中央湖ユーラザニアか。ああ、誇り高き獣王が他国と取引を。貴様、魔王ミリムだけでなく魔王カリオンにも懐かれたのか。恐るべし魔王たらし。いやいやいや、たまたま魔王カリオンの部下を助けて、それが縁で互いに交易しようって話になったんだ。まあ、まだ使節団を派遣し合う程度のお付き合いだけどね。だとしてもテンペストの重要性は一気に跳ね上がる。いずれはファルムス王国に代わる貿易の中心地になるかも。うん、確かにな。未来の話はともかく、今飲んでいるこれはファルムスから輸入しているどの酒よりもうまい。成果を期待しているぞ。ファルムス王国か。確かヨウムの出身地だったか。ファルムス王国ってどんな国なんだ。まあ、西方諸国でも一二を争う大国だな。我が国も食料はファルムスや帝国からの輸入に頼っておる。とはいえ、ここだけの発言だが、俺はあの国王は好かん。そうなのか。あの王は欲深すぎる。だから是が非でもユーラザニアとの貿易を成功させろ。そして兄弟子に酒を融通するのだ、弟弟子よ。兄弟子は今関係ねえだろう。アンゲルスの話をするなら今だな。国交といえば、最近天木国アンゲルスから宣戦布告に近いことを言われたんだ。なんだと。アンゲルスについて何か知ってることはないか。そうだな、情報はかなり少ないが、酒の例だ。うちで調べた情報を教えてやろう。ドワルゴンでもアンゲルスを調べてたのか。ベルドラが消えてからというもの、妙に動きが盛んになっていたからな。その矛先がテンペストに向くとは。アンゲルスは国家としての力はそこまで強くないが、狂信的な住民と教祖アンゲルスのカリスマはバカにできない。くれぐれも気をつけろ。ああ、あの、お前はスミレだったか。詳しくは言えないが、教祖アンゲルスと少なからず関わりを持っているものだ。突然な発言失礼します。この世界の天使とはどのような存在なんでしょうか。そういえば根本的なことを聞いてなかったな。アンゲルスを語る上で天使の存在は欠かせぬか。エンジェルは500年に一度現れ、地上を攻めてくるのだ。その時、世界にある発展した国家が天使の標的となり一掃されるという話だ。ドワルゴンが地下で発展しているのは、その戦争を逃れるためでもある。ドワルゴンにそんな秘密があったとは。テンペストが近い将来標的になる可能性は十分ある。気をつける。この情報の対価は今後ね、弟弟子や。ああ、こういう無償の恩はサラリーマン時代から怖かったんだよな。大丈夫です。あ、シオン、いつの間に飲んで。大丈夫ですか。リムル様ならきっとユーラザニアもブルムンドもアンゲルズもババーッと素敵にまとめてくださいます。おい、私たちの食卓にも当たり前のように美味しい料理が並ぶようになりました。そこに美味しいお酒が加わるのも約束されたも同然の話なのです。リムル様にお任せを。あ、倒れる。危ない。私たちで支えます。
くこの娘は本当にもう。すみません、みっともないところをお見せして。わ、悪いな俺の秘書が。この流れでようか、面白いやつだ。やいやい、リムルよ、早く部屋に連れて行ってやれ。失礼します。もう恥ずかしい。本当にな。リムルさん。けどまあ、ここまで信じられると答えてやりたくなるんだよな。シオンさん、幸せそうに寝ています。翌日、ドワルゴンとの友好宣言の式典でテンペスト代表としての持論を語った。うまく言えたと思ったのだが、ガゼル王からの評価は短すぎる、減り下りすぎる、情に訴えかけすぎると散々だった。しかしこれは俺のための心からの忠言と感謝する。これでドワルゴンでの重要イベントは乗り切ることができた。少しくらい羽を伸ばしてもバチは当たらないだろう。いらっしゃーい。待ってたわよスライムさん。来ました、楽園へ。エロフじゃなくてエルフのお姉ちゃんたち、元気だった？もちろんよ。ずいぶんご無沙汰だったじゃない。私たちのこと忘れちゃったのかと思った。まさか。いらっしゃい坊やたち。スライムさんのお友達ね。大歓迎よ。お世話になるっす。みんな楽しんでくれそうだな。ママさん、ちょっといいかな。なにスライムさん。ここにアンゲルスの商人が来たことはある？アンゲルス？そうね、少し前はよく来てたわ。どんなことを話してた？ジュラの森や暴風竜ベルドラのことを聞いてきて。でも最近は全く見かけないけど。そうか。スライムさんにとって危険な人たち？多分ね。最近は見かけないってことは情報収集は終わってるってことか。スライムさん大丈夫？ああ大丈夫。そう、昼間カチカチになっていたスライムさんの演説見たわよ。見てたの？しっかりとね。あれはまあね、演技だよ演技。うぶっぽく見えただろ。そういうことにしておきましょう。でもね、私は好感を持ったわよ。誠実そうって思えたから。やはり人を引きつけるのは誠実さだと思うのよね。私はその点スライムさんなら満点だった。ありがとうさん。こうして夜は楽しく更けていったのだった。夜の蝶の帰り、俺たちはシュナに見つかった。言い訳は逆効果だと思い、言葉身近に腰を低くスライムの可愛さで情に訴えかけて謝った。だが努力虚しく、一週間シオンの朝ごはんの刑となった。ガゼル王のアドバイス、短すぎる、減り下りすぎる、情に訴えかけすぎるは正しかった。こうして俺たちはドワルゴンでの予定を全て終えて帰国の途に着いたのだった。ドワルゴンへの訪問も無事終わりましたな。大盛況だったと聞いておりますぞ。ユーラザニアとの交易もうまくいっておりますし、テンペストも大きくなってきましたな。みんなが頑張ってくれるおかげだよ。ありがたきお言葉。リムル様、ドワルゴンからお戻りですから、お帰りなさいませ。
ガゼル王が白狼によろしくって言っていたよ。それはありがとうございます。弟子同士の交流は思いのほか喜ばしいものですな。白狼のおかげで弟弟子って可愛がってもらえてありがたいよ。ところでリムル様、習得していたスキルがあるのですが、やっと実戦で使えそうになってきましてな。お時間がございましたら一緒に特訓にでも行きませんか。行こう白狼。標的を発見しました。警告。高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。巨神にて切る。フレアスタック。巨神にて切る。やむを得ない。おぼろ地点ゴーライ。未熟者が。いざ。オートバトルモードを終了します。やむを得ない。おぼろ地点ゴーライ。未熟者が巨神にて切る。油断した。巨神にて切る。油断した。なんじゃと。こうぞ。うりゃ。そりゃ。そりゃ。よっ。ふん。やむを得ない。おぼろ地点ゴーライ。未熟者が。オートバトルモードへ移行します。いざ。オートバトルモードを終了します。リムル様、お付き合いありがとうございます。こちらこそありがとう。修行に終わりなしだな。俺も負けてられないな。リムル様、ドワルゴンから戻られたばかりですのに、もう訓練なさっているのですか？うん、シュナも訓練か？はい、白狼に感化されたわけではないですが、私も新しい技の練習をしておりました。リムル様、せっかくこちらにおられるので見ていただけますでしょうか？おお、シュナも新技を？ぜひ見せてくれ。ありがとうございます。では、いつの間にこんな技を。シュナすごいよ。ありがとうございます。この技の習熟のために修行にご一緒させていただいてよろしいでしょうか？もちろんだ。本当に俺も負けてられないな。コク、接敵を確認しました。プロテクション。ここは私がカウンターフィールド。私が皆を守ります。
璧だな。コク、接敵を確認しました。プロテクション。ここは私がカウンタービルド。私が皆を守ります。やっ。オーガフレーム。やっ。理想にまた一歩近づきました。コク、強敵を発見しました。プロテクション。まだで、この程度ですか。ここは私がカウンタービルド。私が皆を守りますよ。行きます。そはあよはあ。プロテクション。理想にまた一歩近づきました。修行にお付き合いいただきありがとうございました。シュナとの修行楽しかったよ。仲間が強くなるのは嬉しいし、新しい技には興味があるし、いいことずくめだ。ありがとうございます。ところでドワルゴン訪問時に見つけた北の洞窟の探索はどうされますか。おっと、そうだった、すっかり忘れてた。見に行ってみるか。行ってらっしゃいませ、リムル様。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。能力の上昇率を開始します。出発だ。コク、新しいエリアが開放されました。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミー、いざ。こんなもんかな。アイシクルスピア。そりゃよっ。フレアサークル、食らえ。そりゃよっ。そりゃうや。そりゃふん。ふむふむ、結構調子いいな。お、なんだか。それか、それか。資源の足しにするか。お、なんだこれ。次元の足しにするか。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミー、いざ。こんなもんかな。落ちろ。食らえ。さあ、いくぞ。ふん、よっ。よっ、ふん、よっ、いくぞ。それよっ、よっ、うりゃ。フレアサークル、くらえ。ふん、そりゃ、うりゃ、そりゃ、ふん、そりゃ、よっ、そりゃ。ふむふむ、
結構調子いいな。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。フラトニー。こんなもんかな。アイシクルスピア。ふむふむ、結構調子いいな。ん？なんだこれ。資源の足しにするか。それ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。フラトニー。こんなもんかな。落ちろ。ふっ、そりゃよっ、そりゃうりゃ、そりゃふっ、そりゃうりゃ、そりゃふむふむ、結構調子いいな。コク、強敵を発見しました。決まりだ。食らいつくせ。フラトニー。こんなもんかな。フレアサークル。食らえ。落ちろ。食らえ。よっ、そりゃたらん。うりゃふん、いくぞ。それが上がってきた。たらんふん、たらん。よっよっよっふん、よっ。よし、これでもしもの時でも大丈夫だろう。とはいえ、俺一人で食べるのは非常に心もとない。試食会、来れそうな奴に声をかけておくか。ゴブタあたりは新作の料理といえば食いつきそうだしな。呼ばれたから来たけど、何の用？今日は新しい料理を食べさせてくれるんすよね。楽しみっす。新しい料理ですと？それはそうなんだが。お待たせしました。リムル様、どうして皆さんが？みんなにも食べてほしいからな。せっかくだから呼んでおいたのさ。シュナさん、シオンさん、どんな料理ができたんですか？シオンさんすか？どうしたの、ゴブタ？リムル様、これは一体どういうことですかな？今回だけだ、仕方なかったんだ。許してくれ。本来シオンの料理のお目付け役は若のはずでは？そのベニマルなんだが、どこを探してもいないんだ。
私たちはハンバーガーという料理をそれぞれ作りました。私の作品にはクォーツゲーターやサンダーバードの尾羽を使用しています。あれ、クォーツゲーターって幻の肉が取れる動物じゃないですか。え、サンダーバードの尾羽もなかなか取れないものではありますな。確かに。シオン、いつの間にそんなレア素材を。食材は関係ありません。気持ちを込めてお作りしましたので。食材の価値は相当に高そうっす。これはもしかしたら、お、おいらレアハンバーガーから食べるっす。僕もシオンさんの方から食べようかな。なんだか珍しいみたいだし。ほほう、であればわしはシュナ様の方から。タクロ、逃げたな。俺は他の材料も知ってるんだよ。リムル様、存分に召し上がってくださいね。そして俺たちはハンバーガーを食べた。ハクロウはシュナの作品を、ゴブタ、リトはシオンの作品を。俺も最後の晩餐のつもりで、まずはシュナのハンバーガーを食べた。うまかった。とてつもなく王道だが、それでいい。それがいい。さあ、次はシオンのハンバーガーだ。そう思って、俺はゴブタたちに目を向けた。だ、ブタ、ゴブタ。念のため用意した解毒薬を使ったから、もう大丈夫だぞ。オイラの毒耐性が貫通したっすか。死にかけてるじゃねえか。おかしいですね。リムルさんの解毒薬がなかったらと思うとゾッとするよ。これは勝負ありですかな。あれほどの希少素材を用意したところは評価できるが、シオンの料理はどんな高級食材を使ってもダメってことか。いい勉強になったな。ありがとう、ゴブタ、リト。やっぱり料理はシュナの方が得意だ。今回のハンバーガーはシュナの勝ち。ベニマルにうまいと言ってもらえるまで精進することだな。うそ、そんな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.